果たしてこの産卵剤からは何匹の幼虫と何個の卵が取れるのでしょうか。はい、どうも、山桑です。はい、今回ですね、こちらの産卵剤すごいですよね。もう芸術的な産卵剤です。かじりにかじりまくって、ここにね、もう溝ができてるんですよ。ここをもうクワガタのメスさんはね、隠れ家にしてました。はい、これはオオクワガタのホワイトアイほのか SPW の産卵剤になります。まあ、産卵セットにね、この産卵剤1本だけセットしてたんですけど、もうすごいですよね、このかじりを。で、この産卵剤は加水してから乾燥させて、なぜかね、1ヶ月間ちょっと産卵セットに放置したまま、まあメスは入れない状態でね、産卵セットに放置したままの状態にしてしまった剤です。でもね、1ヶ月放置してもね、こんなにかじってくれてました。まあその1ヶ月放置したおかげで、まあいい感じの乾燥気味になったのかちょっとわかんないんですけど、結構かじってくれてます。なので、もうこれかじりにかじりまくって、でもかじるとこもうないでしょっていうぐらいかじってるんで、今回こちらね、割り出しをして、幼虫が何匹取れるのかっていうのと、卵が何個取れるのか、ちょっと見てみたいと思います。それじゃあ早速、やっていきましょう。はい。でね、こちら割り出ししていくんですけど、まあ、こちらの産卵セット組んだのが5月の17日だったんですよ。なのでまだ1ヶ月ちょっと経ったぐらいかな。で、もう産卵セット入れて翌日にはね、ここ溝がだいたいね、でき始めてたんですよ。で、今の今までもうかじりまくってこんな風な状態になってしまった。まあ、これはね、おそらく産卵根っていうよりも、ただメスがちょっと隠れが欲しいがためにちょっとかじってしまったような感じがしますね。でもここら辺はちょっとおかしいんですよね。ここら辺は真面目な産卵根だと思います。なので、全くゼロではないと思うんですよね。まあ何匹幼虫が取れるのかね、ちょっと見ていこうかと思いますね。結構割りやすいと思います。もうここからいきますね。あ、もういるし幼虫。ほら。もう一発目から幼虫いる。産んでたね。面白いですね。これはね、まだ孵化して間もないんですけど、まあ産んでてくれてよかったです。この幼虫はこちらのプリンカップに取っていこうと思います。もう出だしいいよ。幸先いいです。こんなすぐ取れるなんてね。まあ、この様子だとね、結構取れると思います。割りやすいしね、慎重にやっていくことには変わりないんですけどね。あ、卵あった。ここに卵あります。潰さないようにちょっとやっていきたいんですけど、慎重にいきましょうか。ほい。脇からね、少しずつやっていきましょう。ここら辺ちょっとやっぱり硬いですね。ほい。あー、いい感じなんだ、材が。全然びちゃびちゃしてない。ほいほいほい、卵出てこい。卵出てこい。出てこないな。あ、こいつ帰りそうだわ、もうすぐ。次、どんどん行こう。何匹取れるのか。割りやすい。少しね、乾燥してた方が割りやすいですね、やっぱり。やっぱり1ヶ月置いた方が良かったのかな。それが結構産卵しやすい材になったのかな。これはいいぞ。これはいいぞ。ここにもいたりすんのかな、もしかすると。割ったやつの中に。あ、なんか、あるぞ。なんか出たぞ、多分。ここになんかあるぞ、穴が。ここに穴があるってことは、どっかにいたぞ、今。あ、いたいた。ほら。これは、なんだ、孵化してんのか。幼虫なんか、幼虫っぽいですね。お、食べてる食べてる。これちょっと難しいぞ。えい、あ、出てきた出てきた、ほら。幼虫さんいました、やっぱり。ちっちゃいですね。はい、ごめんね。よいしょ。幸先いいですね。幼虫2匹の卵1個。もっと出てくるぞ、多分今回。お、今回神回だぞ、これ。卵またありました。えい。神回ですよ。
ヤバクワチャンネル史上初。いるか？いないな。ここら辺めっちゃ怪しいよね。ここら辺ね。ここら辺まで来たら多分、確変入るのかな？なんかあるぞ。今日は何かある。いない。何かありそうだけど、いない。ほい、いない。もうちょっと探りを入れていきます。最初大雑把にちょっと割っていきましょうかね。じゃあ。よいしょ。ここにはいないか。あ、卵あった、また。卵ありましたよ。はい、卵、またありましたね。ほい。いいですよ。今回はいいですよ。あ、大雑把にやっていくんだった。荒削りじゃなく、荒割りしていきましょうか。ここら辺ありそう。あ、もういた。ほら、幼虫。また出ました、幼虫さん。いい感じですね。幼虫3匹目です。はい。卵もここにありますね。卵です。結構産んでくれてましたよ。もう早いうちから産んでくれたってことですね。もう幼虫が結構出てくるってことは。やっぱり入れてすぐね、かじってたもんね、すぐ。恐ろしい。産むやつは産むんですよね、やっぱり。ここら辺もね、出てきそうだ、また。ここら辺も出てきそうだ。ちょっとね、幼虫も潰さないように気をつけながらやらないと。ちょっと怖いですね。あ、ここなんかあったから絶対いる。絶対いると思ったんだけど、あ、さっきのやつの続きなのかな、もしかすると。こっち。こっちはなんかあんまりいなそうだな。なんか数割。あとここですね、ちょっと怪しいわ。ここ。ここちょっとずつやってみましょうか。これ、いないな。ここら辺もちょっとずついこうか。これ、いないな。ちょっと拍子抜けしちゃったな。いないな。うん。こっちかな。あと怪しいとこってたらここしかないんだよな。ここら辺も産んでるってことなのかな。ちょっと徐々に攻めていこうかね。ほい。おや。発見タイム終了ですか。うん。出ませんね。こっちはまだいるのかもわかんない。順めくっていきましょうか。あ、いた。いました、いました。まだいましたよ。ね、探せば出てくるね。結構深いところまで産卵してんだ。よし、来い。よし。結構やっぱりこっち側にも産卵してたってことですね。あとはいないかな？硬いもんな。ここにちょっといないかな。いないか。えい。あ、いました。いました、いました。はい、出ましたよ。また一匹。結構硬いところにいましたね。大体割り終わりました。で、この際はね、また産卵セットの方に戻していきます。はい。で、今回の収穫、幼虫が5頭ですね。幼虫が5頭います。卵なんですけど、こちら4つですね。4つ卵を取れたんですけど、これ、この2番目、僕が指さしていると、こいつちょっとね、孵化している途中なんですよね。なので、ちょっとこちら早くね、マットの方に入れていきたいと思います。はい。はい、今回はですね、国産大クワガタのホワイトアイ、ほのか SPW の在割りしてみました。で、幼虫が5頭のね、卵が4個取れて、結果的にはね、結構出だしもよく取れたので、よかったと思います。こちらの方はね、1週間マットの方に入れて、その後、菌糸の方に入れていきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。じゃあね。バイバイ。